はいどうも皆さんこんにちは、サーリーの河野玄斗です。今回も楽しい大学入試の実況プレイ丸1年分やっていきます。実況プレイっていうのは僕がね初見の問題を解きながらただ考えたこと思ったことっていうのを話していくっていう内容なんですけど、入試問題を解くのってやっぱりねめっちゃくちゃ楽しいんですよ。だって勉強をね通して集めてきた武器を使って入試問題っていうボスを試行錯誤しながら倒していくのってもう完全にゲームと一緒じゃないですか。しかも僕自身がねどのように初見の問題に取り組んでいるのかっていう思考プロセスも皆さんと共有できるので、まさに一石二鳥な企画なわけです。そして今回プレイしていくのは2023年京都大学理系の入試問題丸1年分。京大は言わずと知れた西の最難関ですけど、近年はね数学は簡単になってきてると言われており、実際ね僕自身も問題だけ何問か見たことあるんですけど、近年は標準的な問題の出題が目立っています。とはいえされど京大数学は6問150分で何問もね一定数出題されるので、油断せず楽しみながらプレイしていきます。はい、それでは早速京大理系の実況プレイやっていきます。楽しみですね。まずは第1問、小問集合ですね。次の各問いに答えよ。問1が定積分これの値を求めようと。まあただの定積分の計算ですが、僕断言します、大学入試で出題される積分の問題はもう 100% 解けます。もうこれ言い切ってます。もう全部ねパターンさえ押さえちゃえば楽勝なんですよ。まあ徹底基礎講座数3ではねもう全てのパターンを完全に解説してるので、まあ僕はこれ一瞬で解こうと思います。まあパッと見てログ x の2乗に外に出せるね。でログって微分したいよね、これだけですね。まあだから2ルート x ログ x dx っていう形に変形して、まあ、本当は x の絶対値なんだけど、積分範囲が1から4だから、まあ、絶対値は外せると。で、ログ x っていうのを、ね、ログを見たら微分したい。もうこれにつきるから、2ルート x。まあ、ルート x のところを、3分の 2x の2分の3乗の微分で見てあげることによって、結局3分の 4x の2分の3乗ログ x の積分引く、3分の4倍するところの x の2分の3乗かけるログ x の微分の x 分の1、すなわち x の2分の1乗と、はい、こうなりますよ。あとは4入れて3分の4かける8、3分の32ログ4だから3分の64ログ2か。で、ログ1が0引く、まあ、これはこれがね、x 2分の1乗の積分は3分の2x 2分の3乗だから、1から4っていうのを入れると3分の2かける8引く1、7、3分の14かける3分の4、9分の56引く9分の56、はい、終わりと。まあ、京大といえども積分の問題は楽勝ですね。もう絶対に落としちゃいけない問題です。問2、整式 x2023乗-1 をこれで割った時の余りを求めようと。まあこれ僕は見たことあるんですけど、見たことありましたね。まあこれもう見た瞬間、これ x-1 かけたら x5乗-1になるじゃんっていうのをどうせ使うんだろうなーっていうふうに思いますよね。これが発想のスタート。そうすると x5乗-1で割ってあげると、どうなるかな。 x2018乗で、まあ、x2013乗-x2018乗で差を取ると x2018乗-1 になってみたいな感じだから、結局どんどん次数下げが繰り返されていく。どこまでかというと5ずつ減っていくから x の3乗ですね。そしたら最後 x8乗-x3乗差を取って x3乗-1が残りますよ。で x5乗-1っていうのは当然この割る式で割り切れるので、ここの部分全体が x4乗+3乗+2乗+x+1 で割り切れるから、結局 x3乗-1 をこれで割った時の余りだけど、よりちっちゃいからね、次数は3次以下なので答えは x3乗-1と。一瞬ですね。まあこの問題どちらもね徹底基礎講座やってれば楽勝ですね。では続いて第2問、ベクトルの問題ですね。空間内の4点 OABC は同一平面上にないとする。点 DPQ を次のように定める。点 D はこれを満たし、点 P は線分 OA を1対2内分、 Q は OB の中点である。さらに OD 上の点 R を QR と PC が交点を持つように定める。まあだから QR、PC が同一平面上かつ平行じゃないですね。この時線分 OR 長さと RD の長さの比、 OR 対 RD を求めよう。まあ、とりあえず図示しますか。OABC が同一平面上にないので、こんな感じで四面体を書くことができて、で、DPQ を次のように定める。点 D は、まあ、これだから OA たす 2OB たす 3OC、まあ、こんな感じ。ここら辺を通って
D と。で、点 P は線分 OA を1対2に内分。1対2に内分。で、Q は OB の中点。さらに OD 上の点 R があって、QR と PC。あ、なるほど。だから、P と Q と R と C が同一平面上にありますよと。ここが R かな。だから P、Q、R、C が同一平面上にあるっていうことが言えればよくて、この時 OR と RD の長さの比を求めよう。めちゃめちゃ簡単ですね。これどう考えても、ベクトルの超基本問題ですね。もうこれも徹底基礎講座での、まあ、例題練習レベルの問題っぽいですね。まあ、少なくとも、基準ベクトル、OA ベクトル、OB ベクトル、OC ベクトルって置けばいいけど、まあ、P、Q、R、C が同一平面上にあるっていうことを使えば、OR ベクトルイコール、なんとか OP ベクトル、プラス、なんとか OQ ベクトル、足す、なんとか OC ベクトルって表して、この係数の和が1だよっていうことを言いたいですよね。和が1と。で、OR ベクトルっていうのは OD 上にあるわけだから、これの係倍。え、もう、一瞬なんですけど、OR ベクトルっていうのは、K 倍するところの OA ベクトル、足す K 倍するところのこれ、足すこれ。で、OA ベクトルっていうのは OP ベクトルを使うと3倍。だから、3KOP ベクトル、足す、まあ、2KOB ベクトルっていうのは 4KOQ ベクトル、足す 3KOC ベクトル。っていう風に表せるわけだから、3K たす 4K たす 3K の 10K が1、K が10分の1。ってことは、OD の10分の1倍だから、1対9、終わり。え?なんか簡単すぎて逆に不安になってきましたね。はい。まあ、うん。QR と PC が交点を持つ。ああ、同一平、平面上ね。じゃあ、係数の和が1だよね。これだけですかね。ちょっと簡単すぎてびっくりしましたね。第3問。N を自然数とする。1個のサイコロを N 回投げ、出た目を順に、これとし、N 個の数の積、数の積を Y とする。括弧1、Y が5で割り切れる確率を、15で割り切れる確率を求めよう。5が出ないから、1-6分の5の N 乗、終わりですね。はい、これ余事象ですね。うん、これ簡単すぎますね。括弧2も簡単すぎるな、どう考えても。まあ、一応、括弧1の解説軽くしておくと、Y が5で割り切れる。ということは、少なくとも1回だけ5が出ればいい。裏を返すと、余事象を考えると、5が1回も出ない場合、すなわち6分の5の N 乗。これを1から引けばいいよね。で、Y が15で割り切れる確率ってことは、1回以上3も5も出る。ということは、これベン図的に考えれば一瞬ですよね。3が出ない場合、または5が出ない場合の余事象。ここの部分を考えてあげればいいわけだから、3が出ない場合っていうのは、まあ、6分の4の N 乗ですね。3分の2の N 乗と。これは3分の2の N 乗。5が出ない場合は6分の5の N 乗。3も5も出ない場合っていうのは、3、5、6が出ない場合だから2分の1の N 乗。つまり答え。1引く、これ足すこれ引くこれ。だから、1引く3分の2の N 乗引く、6分の5の N 乗足す2分の1の N 乗。終わり。簡単すぎますね。え、だって、第1問。これは教科書レベル。まあ、簡単。第2問、教科書レベル。第3問、教科書レベル。まあ、教科書レベルって言っても、徹底基礎講座の基本レベルですね。はい。まあ、楽勝でした。続いて、第4問。次の関数、fx の最大値と最小値を求めよう。うん。ただし、e は 2.71 であると。まあ、パッと見て、x の範囲があって、ここが一緒か。だから結局 t 足す t 分の1っていう形にできますよね。これ t とすると、まあ fx っていうのは t プラス t 分の1。ということで、t の値域っていうのを考えてくださいと。まあ塊で置いたらその値域を考える。これは、まあ値域というか定義域か。を考えるっていうのはもう定石ですからね。ということで e のマイナス x2 乗プラス4分の 1x2 乗プラス1の範囲を考えたいけど、これ x2 乗も塊として置けますもんね。x2 乗を t で置けるか。あ、t じゃダメだ。ラージ x を置きますか。というふうに置いてあげると、まあ、要は g ラージ x っていうのが e のマイナスラージ x 乗プラス4分の1ラージ x プラス1っていうふうになって、今度はラージ x の定義域っていうのは0から1ですね。2乗するから。ということで、この範囲で、地域を考えてあげると、微分して、
1/4 マイナス e の e のマイナス x 乗はこれかですねの上下を考えてあげればいいから、1/4からこれを引くからマイナスプラスか。でこの交点の部分が e のマイナス x 乗が4のマイナス1乗だから x がログの4かな、ログの4だから2ログ2かっていう風になって、定義域0以上1以下、ログ e の2、1より大きいね、まあそっか、ログ4だから e が 2.71 の時点でログ4は1より大きいわけですもんね。ってことで0も1も全部こっちか、0も1もあるから全部マイナス、常に単調現象ですね、単調現象っていうことがわかるので、GX の範囲、まあ、すなわち T の地域がわかると。 T の地域っていうのが、X が0入れた時が大きい、まあ、1入れた時がちっちゃいから、 Large X が1入れると E のマイナス1を足す4分の1足す1、4分の5、 E 分の1足す4分の5か、 E 分の1足す4分の5以上を0入れると1足す1、2、はい。ということで t プラス t 分の1のこの範囲における最大最小を考えてあげればいいから、まあ、t たす t 分の1ってもう常識としてこういうグラフっていうのは分かってるんですけどね、まあ、常識としてというか僕はもう覚えちゃってるんですけど、相加相乗平均の形ですからね、e 分の1たす4分の5は1より大きいから、これも単調増加っていうことになって、結局最小値が、まあ、最大値が2の時、最小値が e 分の1足す4分の5の時ですね。マックス最大値が2入れればいいから、2足す2分の1で2分の5、まあ、最小値は e 分の1足す4分の5足すこの逆数だから、e 足す e 分の1っていうのが出てきて、4分の5足す5分の4だから20分の25足す16で41か。終わり。まあ塊で置いてその地域を考えてを繰り返すだけでできるんで、まあ難しい問題ではないですね。まあ一応最大値と最小値を求めようだから、その時の x の値とかは求めなくていいんですけど、まあこれ端だからね、全部端だから、だから large x が0の時と1の時、どっちがどっちだ、 large x が0の時に t が大きい、すなわち最大値を取る。だからLarge x が0、すなわち x イコール0の時最大値で、 Large x が1、すなわち x イコールプラスマイナス1の時最小値を取るっていうことも分かりますね。まあこれも徹底基礎講座ちゃんと受けてる方は絶対解ける問題ですね。では続いて第5問。ここまでトントン拍子で来すぎてて怖いですが、これは簡単ですね。これは東大の問題っぽいですね。あの東大はよくそういうね、あの立体の体積を求めようっていう問題があって、まあこれまでがトントン拍子だっただけに、この第6問については類大経験がないとかなり厳しいですね。ということで無事全問正解することができました。イエーイ。いやー、京大の問題にしてはかなり簡単でしたね。まあ第1問から第5問までは、まあ、トントン拍子で進んで、まあ第6問だけちょっとね、知らないと難しい、初見だとかなり難しいかなっていう問題ではありましたが、まあでも京大受験生だったら解けてほしいかなっていう問題だったので、まあ確かに近年簡単になってきているって言われているそのゆえんがね、なんとなく分かりましたね。とはいえ、まあ、しっかりとねこういった問題を完答できるための基礎力を身につけるっていうのはなかなかね受験生は難しいと思うので、ぜひね徹底基礎講座、もう本当に全ての大学に通用する徹底的な基礎力っていうのが身につきますので、気になる方は概要欄の方からチェックしてみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。